非いずる国新報。次に足立康史君。足立君。日本新の会の足立康史でございます。原子力特別委員会久しぶりに開催ができまして、ありがたく存じます。本来もう少し早く、開催できるはずだったんですが、いろいろと、ご都合があって、ご都合って言っても誰のご都合だ、民進党さんのご都合かもしれませんが、いずれにせよ開催できたことありがとうございます。今日の理事会でアドバイザリーボードの設置ということが決まりました。これはまさに、国会事故調でですね、提言されたことで、ずっと5年にわたって、5年経ったのか経ってないのかな、提言がされてから、5年近く経って、ようやくでございまして、ご努力をいただいた皆様方には心から感謝を申し上げたいと思います。私も、委員会質疑の場でもこのアドバイザリーボードについてはですね、早期の設置を求めてまいりましたが、特に田島野党筆頭はですね、理事会のたびにこれを主張されておられたのを、いつも拝見をしておりまして、また山際与党筆頭、また三原委員長のもとでですね、決めていただいたということで感謝を申し上げたいと思います。さて、今日、久しぶりの原子力特別委員会でございますが、ちょっと初鹿議員についてちょっと一言ね申し上げておきたいと思うんですが、なんかすごく偉そうですよね。いやいや、国会議員とは、さっきいらっしゃったんですけど、あ、大院先生、いつもね選挙でご苦労、お疲れ様でございます。初鹿さんはですね、偉い人もいると思うんですよ、国会議員さんの中には。私はそんな偉くないんですけど、やっぱり有権者の支持を得て、国民主権でありますから選挙で通ってきてるっていうことは、その声を、国民の声を、負託を受けて発言しているわけですから、偉そうでも、僕は普通はいいと思うんですけど、初鹿さんの場合は2014年のですね、解散総選挙で、維新の2文字で通ってきた方でありましてね、これかつてブログかな、ご本人のブログでこういうこと書いてらっしゃいます。維新の党に入ったことに対するご批判もいただきましたが、批判あるんだったらやめたらいいのにね、無所属や他の野党では当選できなかったので結果往来と思ってくださいなんて書いた人物でありますので、もう少しおとなしく控えめに立ち振る舞われることをですね、僭越ながら田島さんすいません、申し上げておきたいと思います。で、私はですね、原子力特別委員会、1期目の時にも入れていただいていろいろ議論させていただいてますが、やっぱり一番この思い出すのはですね、瓦礫ですね。今も安全の問題、安心の問題については小池東京都知事率いる東京都でですね、今豊洲の安全安心というのが問題になっています。もう大変問題が多い。何が問題が多いかっていうと、土壌汚染対策法という法律があるのに、あるいはその上乗せで東京都の環境確保条例という条例があるのに、築地には適用しない、太田市場にも適用しない、でも豊洲にだけ適用する、二重基準をですね、作るがあって、それに固執をされておられるということで大変危惧をしています。で、なぜ豊洲の話をするかというと、やっぱりこの環境に関わる安心安全の問題っていう、安全安心の問題っていうのはやっぱり風評というものが大変大きくあってですね、なかなか原子力政策
あの難しいわけでありまして、あの私はやっぱりそういう、例えばこれから解体廃棄物、今廃炉の議論さっきもありました、そういう解体廃棄物をどうしていくのか、それから高レベル放射性廃棄物の最終処分をどうしていくのかということがですね、問題になります。これあの豊洲の場合は土壌汚染対策法がありますが、田中委員長はあのちょっと4つ目 の委員長への通告に飛ぶんですけど、 4つ目というか1つしか通告してないんですけど、高レベル放射性廃棄物にかかる、まあ、いわゆる規制基準というのはですね、どうなってますでしょうか。田中委員長、結論から申し上げてもまだできてません。それはあの作るタイミングが、あの伊根町が一応、まあ、今あの処分地選定についていろいろ資料を出されて国民の理解を求めるという、計画でありますので、そういったものが出てくる来た後にあたりにこうその必要に応じて、あの我々としては検討していきたいと。といいますのは、どういうふうになるのかということが全く今見えてない状態での規制基準はなかなか作りがたいというところもございますので、そういうふうにして、あのそういうタイミングで作らせていただきたいというふうに思っております。委員長、畑橋君。あのまさにですね、今田中委員長からご紹介があったように、土壌あるいは豊洲の地下水、これはの基準があります、まあ、あるのに揉めてるんですね。基準があっても揉めてるわけです。ところがこの高レベル放射性廃棄物あるいは解体廃棄物等について、まあ解体廃棄物は今作られてると思うんですが、あの準備をまあ始められてるとは思うんですが、あのまだできてません。だからこの分野はあの基準さえないと、安全の基準さえないんですということをね、まずちょっと今日は入り口で確認、入り口って言ってももう時間ありませんが確認させていただきました。で、今日村瀬部長お越しいただいてありがとうございます。いつもご苦労様です。もう激務でお疲れだと思うんですが、まあ、その高レベル放射性廃棄物、私どもはやっぱりこだわってましてね、瓦礫、さっき瓦礫の話しましたが、実はこれ喋ってると終わっちゃうな、どうしよう、まあ、ちょっとでも言いたいことがあるんで申し上げると、田中委員長、瓦礫、田中委員長はあまり関係ないかもしれませんが、瓦礫が出ました。でこれね、福島の瓦礫じゃないんですよ。あの時大阪市が受け入れた瓦礫は岩手の瓦礫です、ね、岩手の瓦礫を受け入れる決定をしたのがね、思い起こせば2012年の6月ですよ、橋本大阪市長。これからいつ解散になるか分からない。で実際その年の12月に解散総選挙で日本維新の会ができたわけです。これから政党を作ろうっていうその代表がですね、わざわざやらんでもいいって思ってる人が全国にいっぱいいたかもしれませんが、わざわざ東北の瓦礫を受け入れると宣言して、でもすごかったんですよ。大阪市役所の周りはもういろんな方、まあ、共産党の人ばっかりだと思いますが、もう大変な反対運動で、橋本出ていけ、橋本やめろっていうことでですね、もう大変な中、まあ、やって、当時橋本市長率いる大阪市と石原慎太郎知事率いる東京都が東北の瓦礫を受け入れたわけであります。で何が申し上げたいかというと、豊洲の問題あるいは当時の瓦礫の問題を考えるとね、とてもじゃないけどこの高レベル放射性廃棄物の最終処分って僕できるのかなっていうのがね、まあ、今日のあれなんです。で、まあ、あと5分ですが、ちょっと部長ね、通告通りだと思いますが、僕ちょっと危惧してるのはね、平成27年5月22日の閣議決定ではね、最終処分について、科学的有望値を示すと書いてありました。ところがこの4月に最終処分地についての総合エネ庁の放射性廃棄物ワーキンググループではですね、今年の4月14日、科学的特性マップ
ていうことに名前が変わってるんですね。これ僕あの結局やっぱり有望地を示すっていうことはできないのかと。いや結局あのさっき申し上げた難しいんですよね。国民の反発がすごく大きい、地域の反発が大きい。なんでこれ名前変わったかちょっと簡潔で結構ですが。村瀬部長お答え申し上げます。あの委員おそらくご存知の通りですね、あの高レベル放射性廃棄物の最終処分に関して最終処分法に基づく基本方針を一昨年2年前の5月に改定いたしまして、国民の関心の理解を深めていただくために科学的有望地を示すということにしていたわけですけれども、この地域の、まあ、いわゆる地質環境をマップ地図にして示すということですけれども、その後市議会において専門家の方々にご議論いただいたり、シンポジウムやパブリックコメントということで国民の声をあのお諮りしてたところであります。でそういう中でですね、国民のご意見、それから専門家の委員の、方々から科学的有望地という言葉は処分地を国がある種一方的にちょっと選んで押し付けてしまうんじゃないかという誤解を招きやすいんじゃないかといったご意見ですとか、詳細調査を実施する、これあの文献調査をして詳細調査をしてて、こう段階的に進めていくんですけれども、その詳細調査をする前に有望というのはちょっとあの不適切な面があるんじゃないかといったような国民からのご意見もあったわけでありまして、でこれを踏まえて昨年10月に現職委員会では国民目線に立って表現ぶりとかも丁寧に準備をして、これは国民のご理解を深めていくため の、あの材料なんだから、その表現、それから説明ぶりについても慎重にもう一段検討すべきというご指摘をいただいて、その後審議会で引き続き議論した上でこの4月にですね、その要件を具体的にまとめて要件基準もまとめた上で、この呼び方も科学的特性マップと呼ぶようにしましょうと、実際のところこのものは科学的特性を示したものだから素直に、そういう表現に改めましょうと、こういうことになったわけでございます。足立君、まあこれあの、まあ、ここに、まあ、そのワーキングの結果がいろいろ書いてますが、まあ、とはいえですね、マップがあって、まあ、色が塗られるわけです、地域で。だから私は有望地という言葉さえ交代せざるを得ないような現状においてね、本当にこれ最終処分できるのかなということをまあ危惧しています。ちなみにあの今おっしゃった科学的特性マップ、これいつ頃公表できますか。村瀬部長、先ほどあのお答え申し上げます。あの先ほど申し上げました通り、この4月にもうあの審議会で、いわゆる、答申をいただきまして、その要件基準を決めていただきましたので、現在あのマップの策定作業に入っております。でそれに先立ちまして、改めてこのマップがどういう意味合い、意義づけなのかといったことを突然出してしまって誤解をされてしまってもいけないので、このマップをもってどういうご議論をしてさせていただきたいかということをまた改めて徹底的にやらせていただくということで、並行して今あの今月からですね、説明会を始めているところでございます。相当あの精力的にやっておりますので、マップの策定作業もこの説明もいわゆる精力的にできるだけ早期にあの提示ができるようにさせていただきたいと思っておりますし、あの先ほどあの答弁に補足させていただきますと、あの最終処分に基づくあの基本方針を改定いたしましたときに、従来 の手上げ方式、いわゆる自治体 の手から手が上がってくるのだけを待つのではなくて、国が前面に出て、働きかけをしていこうという中でこのマップを提示させていただくということになったものですから、国が、待っているのではなくて、国も前面に出て、対応していくという方向にこの方針を改めて、いくということで、これまでとは違った対応をこのマップを使いながらしていきたいと、このように考えています。足立君、まあ、あのいろいろ問題は私はあると思いますが、まあ、あのご努力はよくわかります。あの頑張っていただくようお願いを申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。次回は最後までご視聴ありがとうございました。